早稲田でサッカーの指導者してます高田純です。今回なんですけども、皆さんですね、普段、練習前しっかりですね、試合前もそうですし、試合のなんならハーフタイムとかね、でもそうだと思うんですけども、いわゆる選手と何かミーティングを行うような機会ね、選手たちと会話をしていくと、そういった機会ってもちろん指導者がしていると多いかなと思います。ただですね、この選手とね、会話をしていくとミーティング一つにしても、やっぱりしっかりとポイントを押さえておくと、いくつかのプロセスをしっかりと押さえておかないと、なんとなく時間が過ぎてしまってね、1時間半やったのはいいんだけども、中身が全然伴ってなくてですね、選手たちに全く伝わってなかったとか、そういったことって結構あるわけですよね。ということで今回はですね、この選手とのミーティングで失敗しない3つのプロセスっていうタイトルで話していけたらなと思うんですけども、やっぱりですね、今の時代、それこそ戦術的な部分もそうですし、何かそのトレーニングの一つの形、デザインスキルだったりとか、トレーニングの中身の部分ですよね、タイプだったり、メソッドの部分だったりとか、そういった何か戦術知識、トレーニング知識っていうのは本当にね、発展してきていますし、それに合わせてやっぱりこの時代ですから、ネット上とかでね、SNS 上とかでもやっぱりしっかりと学んでいる人、情報キャッチをしている人っていうのは、本当にそこまで情報の幅に差がないというか、やっぱりある一定の最低限の知識っていうのはそこまでどの指導者も差がないような時代になってきてるわけですよね。その中で何かその一指導者としてね、他の指導者と、少し差をつけるじゃないけども、違いを生み出すと、もう少し指導者として、上にね、目指していく中で、そういった何かね、差別化じゃないですけども、違いを見出していく、上でですね、やっぱりそういった戦術的な部分だったり、トレーニングの部分っていうのは、そこまで差が出てきてない部分で、何で勝負できるかってなってくると、やっぱりですね、チームマネジメントの部分だったりとか、選手を管理していく、グループを管理していく、もしくはチームを管理していくと、そういったところ、そういった分野に、何かその強みを持てるというか、何かその他の指導者に比べて自分の強みを出せる部分っていうところがやっぱり出てきてると思うんですよね。実際にスペインのコーチングスクールでもこのチームマネジメントっていうね、分野は一つの科目としてね、立派なものとしてあって、かなり寮もね、授業をして、いわゆるどうやってワンシーズンを通して選手たちとね、向き合っていくのかだったりとか、チームをどうやって構成していくだったりとか、どういったポイントを気をつけたらいいのかとね、そういった部分を習っていくわけなんですけども、やっぱりこのチームマネジメント、いわゆる違いを生み出せる部分でもあり、普段僕もね、こうやってスペイン人の指導者を多く見ていると、やっぱりある意味ベースですよね。なんならここがね、基盤としてなってない指導者っていうのは、いくら戦術の知識があっても、すぐにね、クビにされたりとか、シーズンで戦っていけないわけなんですよね。ということで今回はタイトル言いましたけども、選手とのミーティングで失敗しない3つのプロセスのところで、話していきたいなと思いますので、ぜひですね、育成年代の指導者の方は最後までご覧いただけたらなと思います。それでは、はい、ということでですね、早速そうか、メガネ共有しながら見ていくんですけども、もう結論から言ってしまうと、こちらの3つのプロセスに分けられます。1つ目が注意の喚起、2つ目が興味の獲得ですね。で、3つ目が感情の獲得っていうところで、いわゆるこのミーティングっていうのは、冒頭で言いましたけども、試合前にね、行う何かその、ロッカールームないでしかり、ベンチしかり、何でもいいんですけども、行うミーティングですよね。もうそうですし、もしくは、チームによっては、先週末のね、試合の振り返りをするためにビデオセッションを行うね、チームもあれば、次節のね、試合に向けてスカウティングのビデオセッションをしたりとか、そういったビデオセッションのミーティングでもそうですし、練習前のビデオセッションじゃない普通のミーティングでもそうですけども、そういった少しマクロな視点での選手たちと何かミーティングを行うときに、やっぱりね、せっかくやるのに、何かそのずっとね、一定の時間、無駄なことしたくないじゃないですか。せっかく時間を取ってやってるのに、やっぱり、やるには、充実したものにしたいし、やっぱり彼らにね、伝わるものが多い方がいいというところで、そういった意味で、この選手とのミーティングを失敗しない3つのプロセスというところですね。注意の喚起、興味の獲得、感情の獲得、この3つのプロセスが大きく分けてありますということですよね。で、これを一つ一つのプロセスに分けて、具体的に見ていきたいなと思います。まず一つ目のプロセスですね、注意の喚起ってところなんですけども、これどういうことかっていうと、結局はこのアテンションの獲得ですよね。結局ミーティングするにしても、やっぱり彼らに聞いてもらわないと意味がないというところで、まずはこのアテンションの獲得を試みましょうというところなんですよね。で、これ少し、ね、右側に簡単な図を載っけてますけども、要するに指導者がいてプレイヤーがいますと。よくですね、どうですかね、本当にいろんなよくある指導者と例として、何かそのミーティングをするときに自分が話していますと。で、その話しているのに、聞いてない選手がいたりとか、なんならあくびをしてしまっている選手がいる、選手に対して、ちゃんと話聞けやとか、あくびすんなよみたいな、ヤジを飛ばしてしまう指導者結構多いと思うんですけども、それって結局、結論言うと指導者の伝えるスキルだったりとか、そういった話す能力ですよね、が完全に不足しているせいなわけなんですよね。全くプレイヤーに罪はなくてですね、ここにも書いてるんですけども、アテンションはやっぱり我々指導者から彼らに対してお願いするものではなくて、指導者がしっかりと、誘い出すもの、誘い込むものっていうところですよね。ここがやっぱり一つまずは押さえておくポイントとしてありますということですよね。
なので、まあ、そうやってヤジを、ね、飛ばしてるような指導者多いかなと思うんですけども、まあ、本当にそれは指導者の一つの言い訳に過ぎなくてですね、まあ、全然スペイン人指導者でもいて、何か伝わらないことがあったりとかしたら、お前聞いてたのかとかね、よく言ってしまう指導者多いんですけども、結局はそれ伝えられなかった、まあ、指導者の責任であるというところがあるので、と思いますけど、アテンションは我々からお願いするものではなくて、指導者が誘い、しっかりと誘い込みましょうというところなんですけど、いうところですよね。でもね、これもありますよね。何か試合後だったりとか練習後でもいいんですけども、なんか本当に長々とね、もう1時間半、まあ、1時間は言い過ぎかな、さすがに。何かその会話をしてしまう、ミーティングをしてしまうような指導者いますけども、これもやっぱり結論やっぱ、あまり意味がない、あまりというか意味がないわけで、一つはまずはやっぱり彼らの頭の中って練習後にしっかり試合後って、言うてもやっぱ疲れてますし、もう早く帰ってご飯食べてゲームしたいなんですよね。なので全然伝わらないと。ここまず一つ目の理由ですよね。二つ目っていうのはやっぱり試合直後だったりとか、まあ、練習後、まあ、特に試合直後かな、試合後っていうのは、やっぱりろくにね、その話し手である指導者すらも、自身も、その試合のね、分析もできてない状況ですし、まだその細かな部分の整理もできてないわけですよね。そういった状況で、まあ、何かとりあえず話しておけばいいや、のノリでミーティング始めてしまうと。じゃあ本当に、全く内容の薄いミーティングだけになってしまうというところで、これは本当に意味がないですので、やっぱり一つのポイントとして、まあ、この後いくつかポイント見ていきますけども、コンパクトに、できるだけコンパクトに伝えたいところだけ伝えるっていうところは、やっぱり大事なポイントなのかなというところですよね。でもこれはビデオセッションも同じで、僕もね、今シーズン結構そのスカウティングの部分だったりとか、ビデオセッションをね、タスクとして任されてたので、チームで。まあ、週の初め、月曜日に練習があるんですけども、月曜日の練習前に、そういったビデオルームに行って、先週末のフィードバックをする、ビデオセッションをね、15分くらいしたんですけども、とにかく監督からは、本当に伝えたい部分だけ抽出してくれと。もちろんスタッフの間では、そういったね、いくつかの細かいところまで、ミーティングするために、そういったビデオを用意してくれって頼まれるんですけども、結局そこからさらに、細かくまとめて、本当に伝えたいところだけを、ビデオでもう15秒くらいに伝えて、まとめてですね、本当に伝えたいところだけを、そのビデオセッションで選手たちに、行うというところですよね。本当にまあ1時間1時間やっても、まあ、もちろんそんな時間はね、そもそもないんですけども、結局そのビデオを見ながら、寝落ちしてね、カクってなって してしまうみたいな選手がいたら、本当に意味がないわけじゃないですか。だからそこっていうのはやっぱり、めちゃくちゃ大事な要素なのかなというところですよね。じゃあそのアテンションで、ね、獲得をしていこうとは言うんですけども、どうやってじゃあその獲得するために、どういったことが大事なの、重要なのかっていうところを、見ていきたいなと思うんですけども、それがこちらですね。一応4つに分けて、まとめてみましたと。まず一つ目が質問の活用。まあ、要するに我々が指導者が一方的に話すシチュエーションを避けてですね、彼らも会話に参加させるというところですよね。質問を、ぶつけてあげて、要するに今話している内容に対しての理解をしっかりできているかの確認もそうですし、しっかりとアテンションを集めてあげると。そのための質問の活用というのは一つ便利な方法ですよね。で、二つ目がプレイヤーとのボディコンタクト。ここっていうのはめちゃくちゃやっぱり、まあ、スペイン人というか、ヨーロッパ人というかね、外人はやっぱり、うまいですよね。まあ、うまいというか、正直、まあ、元々の天性の部分もあると思ってて、やっぱり元々ね、ボディコンタクトだったり、挨拶一つにしても、ね、握手の文化がもう、普通にそのね、染みついてたりとかするわけなので、そこはまあ、ナチュラルに生まれてくる部分はあるとは思うので、まあ、見ていて本当に日本人の僕からすると、羨ましいというか、羨ましいなってね、ちょっとなるんですけども、まあ、このプレイヤーとのボディコンタクトっていうのも、要するに話しながらでも、簡単にね、肩を叩いたりとか、背中を押してあげたりとかすると、あ、押された側からすると、あ、俺、ちゃんと、参加してるんだというか、この会話にも参加してるって気分にもなりますし、しっかりとそのアテンションを集めるっていう意味では、めちゃくちゃ、いい、まあ、一つのアイテムというか、テクニックですよね。なので、ここのプレイヤーとのボディコンタクトは、ひたすら話すボイスだけじゃなくて、ボディコンタクトもしっかりと使いましょうというところですよね。で、三つ目が、声の使い方。ここは、まあ、ベースですし、まあ、一番ね、肝になるのかなというところで、やっぱりその一定のね、ずっとリズムで、ね、話してしまったりとか、ボリュームの強弱もつけずに一定のね、ずっとリズムで話したりとかってなると、やっぱり、眠くなってきますし、まあ、ここで今はね、このミーティングの話をしてますけども、これって別にそのウォーミングアップとかでも同じで、結構スペイン人でもいるんですよ、やっちゃう人がね。ずっと同じ一定のボイスで、選手たちになんか掛け声をして、そりゃ、まあ、頭起きないでしょ、みたいなね。集中力全然生まれないでしょ、みたいな。脳の負荷もかからないでしょ、みたいなね。で、まあ、蓋開けて試合始まると、まあ、対処力がね、全然アクティブになってなくて、してしまうみたいなね。そういったのがあるので、ここの、まあ、声の使い方っていうところは、まあ、会話をする中でも、ここもね、正直2番と同じで、なんか自然とね、スペイン人とかもできちゃうんですけども、
まあそうやって、意識的に、無意識にね、できない人だったりとか、僕なんかもそうなんですけども、やっぱり意識的にね、ここの声の使い方っていうところは、まあなんなら、前日からね、試合前のミーティング、話す、プレゼントとかもするべきだと思いますし、工夫という意味ではね、一定のその訓練というか、やっぱり大事なのかなというところですよね。はい。4つ目ですね、キーポイントの明確化というところで、ここもまあ大事ですと、やっぱりずっと話をしていると、まあ、もちろん全て大事なものをできるだけかき集めて話しているつもりはあるんですけども、やっぱその中でも特にここだけはっていうところは、やっぱりどの会話の中にもあるわけですよね。まあ、そんなところに、なんかその前振りじゃないですけども、僕がいつも使うのは、ここだけはちゃんと聞いてくれと。ここだけはお前ら集中して聞いてくれみたいなところで、まあ、前振りを打って、キーポイントの、なんだ、会話にスタートするみたいなね。そういったちょっと工夫もしたりするんですけども、まあそんな感じで、よりアテンションの中でもさらにアテンションを集めるために、ここのキーポイントの明確化を、まあ事前にもちろんしておいて、まあその時に、ここだけはちゃんと聞いてくれみたいなね、ちょっとスイッチオンにするというか、視聴者の中での工夫っていうのが大事なのかなと。っていうところですよね。まあ、この4つっていうのがまず1つ目のプロセス、この注意の喚起、アテンションの獲得っていうところが、まずは1つ目の部分ですよね。ここを飛ばして、なんとなく、なんか会話に入ってしまうと、もう、それこそ時間の無駄になってしまうところがありますので、まずここめちゃくちゃ大事ですよね。で、2つ目のプロセスっていうのが、この興味の獲得をしていきましょうっていうところですよね。これどういうことかっていうと、先ほど1つ目のプロセスで言ったアテンションを獲得したんだけども、やっぱりそれを、ね、ミーティングの何分かある中で持続していかないと意味がないわけですよね。ファーストアテンションを獲得しただけで終わってしまうと、なんか後々にアテンションが切れた意味ないじゃないですか。なのでそのアテンションの維持、持続をしていく必要があるというところで、そのためにこの興味の獲得っていうのが大事になってくるわけですよね。で、これね、まあ、二つほどちょっと右にズームしてますけども、結局ちょっとこれはビデオセッションのね、例を出しますけども、例えば僕がこのシーズンやってた工夫とかっていうのは、こうやってまあ、テクノロジーが今発展してますので、こういった動画をね、編集するサイト、まあ、以前のね、動画でメトリカスポーツっていうね、分析ソフトの動画出しましたけども、まあ、それでやっぱり少し、動画を編集してあげたりとか、もしくは、やっぱり言うてもね、育成年代の子供たちですから、トッププレイヤーのね、何か参考プレイとか、なんか似たようなシチュエーションのプレイの動画を乗せてあげるとやっぱりテンション上がるわけですよね。そういったところで興味を沸かしてあげると。というところはビデオセッションでもまあやりやすいですよね。まあ、あとはその別に会話のミーティングでもそういったトップでね活躍していた、例えば先週末チャンピオンズリーグあったよね、そこでこういったプレーあったよねみたいなね、参考例みたいな感じでそういった会話をちょっと練り込んであげるとやっぱり聞きますし、興味も湧いてくるというところで、ここでアテンションの持続をしっかりとしてあげましょう。ここの部分もやっぱり大事になってくるわけなんですよね。ちょっとね、今そのテクノロジーの分析ソフトの話で出たのでついでにじゃないんですけども、一つなんか研究結果としてですね、やっぱり単純にこのビデオセッションを行うにしても、なんとなくこうやってビデオをね、週末まあ録画しましたと、でそれをカットはしたんだけども、編集もなしに選手たちに見せるのと、まあ、こんな感じでちょっとでもいいからマーカーつけたりとか、こういう線を引いてあげたりとかね、まあ、今いろんなソフトできますよね、簡単に。それやるだけで、このインプットですよね、彼らの脳に記録として残る確率っていうのが、2、3倍上がるみたいなね、そういったなんか、どっかの研究結果もあるらしいですので、まあ、ここら辺の工夫、まあ、興味を沸かせる、まあ、脳の活性化だったりとか、そういった部分に関してもですね、やっぱり大事な工夫になってくるのかなというところですね。で、ここで2つ目のこの興味の獲得の工程で、一番僕が言いたいのは、このギャップを与えると、ここにも書いてますけども、というところなんですよね。で、これ、要するにギャップ、要するに人間の脳を少し話になるんですけども、結局人間が何かを把握すると、何かその記憶として頭に残す時っていうのは、やっぱりなんかギャップ、想像したものと違ったものと、このギャップですよね、があることに対してやっぱ反応を示して記憶につなげていくという過程があるので、やっぱりミーティング一つにしても、なんとなくその、話してあげるだけじゃなくて、ここのギャップを作り出すっていうところがめちゃくちゃ大事になってくるわけなんですよ。で、ここに少し書いてますけども、よくね、ミーティングの話をする、まあ、伝えるスキルだったりとか、そういった類の話をするときに、まあ、短く具体的にシンプルとかね、そういったことが大事みたいなのは、まあ、どこでも言われることだと思うんですけども、もちろんそういったところも大事なんですが、僕はそれ以上に、この右側ですね、サプライズの部分、まあ、ギャップの部分ですよね、だったりとか、何か新しいものを常に提供する意識だったりとか、ここっていうの方が、めちゃくちゃ大事だと個人的には思ってます。結局ですね、ここにも最後文章に書いてるんですけども、何かそのビデオセッションをやるにしても、話すね、内容にしても、次に我々が話すこと、次に我々がビデオセッションのそのプロジェクターに示すものっていうのが、何かもう事前にね、あ、いつもあれでしょうみたいな感じで、選手が予測できちゃうような環境を作ってしまうと、やっぱりもうその時点で集中が途切れちゃうわけなんですよね。いわゆるその興味がない
わけですから、なのでそこを防ぐためにやっぱり少しの変化でもいいからビデオセッションね、なんかそのビデオの編集の仕方をちょっとアレンジしてあげたりとかでもいいですし、何かそのいつも参考プレイヤーをかぶせるんじゃなくてちょっと変えてあげたりとか、そういった工夫をしてあげる、何かサプライズを与えてあげる、新しいものを提供してあげる、そこによって生まれるギャップに対して彼らは反応を示すと、ここによっていわゆるこの第二項っていうのは興味の獲得ね、アテンションの維持っていうのは可能になりますので、ここっていうのがめちゃくちゃ大事になってきますというところですよね。ちょっとねここに一つ画像を載っけてるんですけども、これ僕がね今シーズン指導してたチームで、いわゆるそのビデオセッション僕がね全て任されてたので、いわゆるこの、先週末のね、試合のフィードバックセッション月曜日にするんですけども、そのまあそのタイトル画面みたいなところを毎回僕はこうやって変えるんですよね。要するにスコアを、まあスコアとかね同じなんですけども、こんな感じで、まあ、対戦相手のねもちろん相手のエンブレム変えて、ちょっとそのね選手たちがちょっとテンション上がるようなね、工夫をしてあげると、まあこれは一つの例なんですけども、違う週はまた違ったねちょっとデザインに伝えたりとかっていうところで、まあ、なんか何気ないんですけども、これだけでもなんかその最初のアテンションを集められるというところで、ここからスタートしてビデオセッション、まあ、15分ぐらいするんですけども、まあ聞き入ってもらう状況を作るみたいなね、こういった何気ない工夫なんですけども、こういったところがやっぱりせっかくやるなら僕もねやっぱりビデオセッションするためにめちゃくちゃ時間割いてやってますので、やっぱり聞いてもらいたいわけじゃないですか、まあ、そういった意味で、まあ、特にね、育成年代の低学年とかこんなことやるとすごい嬉しがるので、スペインとかもね、まあ、今シーズンこんな感じでやってましたというところですね。最後の工程ですね、この感情の獲得をしていきましょうというところで、まあ、それはこれはまあそのままでいわゆる感情の獲得、エモーショナルな部分のことを指すんですけども、いわゆるこれまでまあ注意の喚起、アテンションを獲得して、まあ、興味の獲得をしてきましたと、最後出てくるのがこのエモーショナルな部分っていうのも達成していきましょうというところで、結局これはどういうことかっていうと、モチベーションの獲得だったりとか、まあ、一つこれトレーニングの質の向上にもつながると書いてるんですけども、まずは、まあ、大きな部分としてはこのモチベーションの獲得ですよね。やっぱりその、まあ、特に試合前とか、まあ、練習前でもそうですけども、やっぱり、このじゃあ目の前の試合の目的を再確認させてあげたりとか、じゃあ練習にしても今週末の、ね、目的、じゃあバルサ戦とかナンサーそうだと思いますけども、何か明確な目的を、ね、提示してあげて少しモチベーションを管理してあげる、ここで、まあ、最後会話を締めたりとかってところはやっぱり一つ大事な要素としてありますよね。これっていうのもいつもいつもこの感情の獲得が必要かっていうと、ここはちょっとクエスチョンなわけですよね。でこれタイミングの選択が重要と、これ画像にも書いてるんですけども、例えばじゃあその、ね、こっちでも結構よくその例として出される分かりやすい例として、まあ、週末がじゃあバルサ戦ですと、じゃあその街クラブの、ね、子たちからすると週末バルサ戦っていうだけでもモチベーションマックスなわけですよ。なのでそこでじゃあなんかいちいちそのビデオセッションでモチベーション動画を作ったりとか、じゃあいちいちその指導者がモチベーションを上げるためにスピーチを用意したりとかっていうのはあまり意味がなくて、逆にそれをしてあげるとさらになんかなんだろうな、空回りしてしまうみたいな現象っていうのが僕も過去にあったので、そういったもうタイミングですよね。いつじゃあこのモチベーションの獲得管理をしてあげるかっていうところも、時には必要ないシーンもありますし、時には必要な時もありますし、バケーション明けとか何か行ってる休み明けとかだとやっぱりね、ここの感情部分が揺さぶれやすいっていうところから逆算をして、まあモチベーションのね、少し意識してあげたりとか、そういったいろいろ背景があるわけですよね。だからそこを踏まえてこのタイミングの選択をしながら感情の獲得をしていくというところですよね。でもう一つ、このトレーニングの質の向上ってどういうことやねんというところなんですけども、これはねちょっと脳科学的な部分から見ていきたいなと思うんですが、ちょっとこれはまた違う動画で、ね、詳しく話していくんですけども、こちらですね、要するにこのフットボールプレーヤー、サッカー選手の脳っていうのは、何かを学ぶときですよね、の構造として、こう左側に書いてる、構造があるわけですよね。で一つ目が興奮する、何かエモーショナル、感情的な部分ですね、興奮する、でそれを経て学ぶ、で自動化する、表現実行すると、この4つのプロセスというか、このサイクルですよね。これによって何かを、プレイヤーが学ぶときに、なんだろうな、まあ、一つのサイクルとしてあるわけなんですよね。何が言いたいかっていうと、少し先ほどの話に戻すと、いわゆるやっぱり彼らの脳を活性化させてあげる、で少し興奮させてあげるというか、モチベーションを管理してあげる、まずはそこをさせてあげないと、やっぱりトレーニングで何かを学ぼうという意欲にならないですし、なんだろうな、準備が整わないというか、そこのやっぱり脳の部分、興奮させる、ね、エモーショナル管理させる、まあ、やり方っていうのはいくつもあると思うんですよ。その先ほど言った週末のね、目標を明確化させてあげるっていうところもそうだろうし、なんだろうな、何かその、ね、メンタル的な管理っていう意味で、別にサッカー以外のね、普段の生活に、お前調子どうだとか少し踏み入れてあげて会話をしてあげるとかもそうだしょうし、まあそういったところで、まあこれまたちょっとね、脳科学の話は別の動画で出しますけども、何が言いたいかっていうと、まずはこのエモーショナル部分を
管理してあげることで、トレーニングの質が上がると、学ぶ意欲が向上するっていう側面もありますので、ここも同時にね、ミーティング練習までやったりとか、特にそうですよね、大事な部分としてあるかなと、僕自身も普段意識している部分ではあります。はい、というような感じで、3つのプロセスですね。この選手と何かミーティングをね、どのタイプでもそうですけども、会話をする際に失敗しないための3つの、プロセスというところで3つ紹介してきたんですけども、これら3つ分けて紹介してきましたが、これらっていうのは最初のですね、結局はこの信頼、選手と指導者間の信頼、信頼っていうのはもう基盤の部分ですよね。ベースっていうところが、普段から構築されてないと結局意味がないというところで、やっぱり全てはこのチームマネジメントの部分、普段からのどういった関係性を彼らと築き上げれているかっていうところから、逆算されていくと部分にありますので、やっぱり、一指導者としてね、本当に当たり前の話ですけども、このマネジメントの部分っていうのは、徹底してね、学ぶ必要がありますし、今日話したようなね、ある意味伝えるスキルというか、話し方の部分ですよね、っていうところも、やっぱり毎回一つ一つのミーティングにこだわっていく必要があると思いますので、少しでもね、エクセルでの皆さん、指導者の方に、参考になればいいかなと思います。やっぱりね、せっかくミーティングやるなら、皆さんも一定の時間、ね、取りながら話すわけですし、何かそのビデオミーティングするにしても、準備、ね、せっかく準備したものを、彼らに聞いてほしいじゃないですか。で、結局は彼らのためにやるわけなので、聞いてもらわないと意味がないというところで、やっぱそういったところを達成するために、こういったプロセスを意識するだけでだいぶ変わってくるのかなというところがありますので、ぜひですね、何か参考になるものがあればなというところで、今日はこの辺りにしたいなと思います。はい、ということで今回はですね、少し中身ではなかったんですが、やっぱり中身以上にね、少し外部的な部分でめちゃくちゃ大事かなと、僕もやっぱこっちでチームを持つ中で一番大事かなと思い、なんだろう、スペイン人から一番学んだような、ね、要素だと思っているので、少しでもね、多くのことが共有されてたらなと思いますので、もしですね、いい動画の方ね、いいなと思った方いましたら、グッドボタンの方と、コメントなんかもね、いただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。皆さんありがとうございました。